皆さんこんばんは。11月28日の塩チャンネルです。今日は一日質問の準備をしていました。水曜日にですね、私は予算委員会のテレビ入りでバッターになっておりますので、その準備をしておりました。はい。明日が質問通告になります。でその時、明日までにですね、パネルの方も準備をしておかなくてはいけないので、基本的に先週末ぐらいまでにはですね、どういったものをするのかとか決めておかなきゃいけないので、大変ですね。はい。明日がもうパネルも出さなきゃいけないので、事務所でこういうの作ろう、ああいうの作ろうっていうのを指示して、今一生懸命頑張っているところです。はい。で土曜日なんかもここに来て仕事してたんですが、うちは一人で、私は一人でやってたんですが、結構隣のビルとか見てみると結構電気がついていて、で皆さんやっぱり来てやってるんですよね。で、帰るとき、私もお家に着いたのも12時前で、本当にもう結構深夜までなってたんですが、下に降りたときもですね、下にいっぱい車が止まっていて、電気がポツポツついていたので、各事務所、秘書の皆さん含めて来てお仕事やってるんだなというふうに思いました。国会の質疑とか予算委員会とかありますので、やっぱり土曜日曜なくみんなお仕事してるんだなというふうに思います。はい。私なんかは結構一人でやってる方がお仕事高かったりもするので、土曜とか日曜などはそんな感じで、仕事をやっているというような状況です。はい。水曜日の午前中かな、多分。はい。また詳しい時間が分かったら皆さんにお知らせしようと思います。今日は予算委員会の準備をしているということで、忙しいのでこの辺で失礼します。それではまた明日。